はい、まあポンコツ関間正樹でございます。今回は植物に学ぶ経営ということで、今回スミレということで、お話したいと思いますね。こうスミレってこの手、そのあんまりあれだね、地面から離れていないところにこう繁茂すると。でこれは日本スミレで、これ古来から日本にずっとあるスミレっていうことですね。これですね、これちょっとまあ気づくかな、これね、こういうちょっとこう開くんですよね、これね。こうまあ大概虫とかいるんだけど、こう部屋が一つあるんですよね、ここの中にね。部屋の入り口にこうなんていうかのれんみたいにこう、まあなんていうかな、こうひも状のものがビラビラあって、この、まあ、要はこう普段は見えないんだけど、こののれんの奥にですね、小さな部屋があって、この前ちょっと見たら中に虫がいたんですけど、どうもね、こうアリみたいなものを対象にしてますね、あの花粉の運搬を。しかもこう羽のついてるものは相手にしてませんよ、これは多分ね。この部屋の中にこうスミレはこう入れて、そう十分に蜜を、飲ます食べさせると、そしてあの送り出して、あの他のところで味を覚えさせて受粉させるという形で生存戦略をとってますね。これあれだね、この一人一人をこう相手にする、もうセラピストみたいな感じですよね。こう一匹入ってきたら、それをほのうと大切にして、こう蜜を食べさせると、で十分食べさせてまた外に送り出すと。で他の部屋に、まあ他の花の部屋に行ってもらって、ほの受粉してもらうというようなことですよね。まああれですね、個別のセラピストとか占いとかね、占いとか個人営業のこうやり方ですよね。いう感じでこう、まあこう面白いですよね、こういうものもね。はい、どうもありがとうございます。